ロッティのロードトゥギターヒロイン。こんにちは、ロッティです。ですね、今日は家で練習してたらですね、なんか音がおかしくなってきて、テクをこう回してたらなんか弦切れちゃったんで、ちょっと見てもらおうかなと思い、フェンダーさんの方にまたやってまいりました。行ってきます。あー、こんにちは。こんにちは。今日はどうなさいました？いや、ちょっと練習してたら弦切れちゃって、了解しました。じゃあちょっと一回見させてもらっていいですか？はい、お願いします。弦が切れてます。はい、そうなんです。で、練習してたら今後もこういうことあるかもしれないので、はいはい、まあ、そのために持ってきていただいてもいいんですけど、はい、今日はその弦の交換と、あとチューニングの練習をしていきましょう。はいはい、お願いします。少々ここにいるのはフェンダーのオフィシャルのリペアマン で、はい、で今、ラルカンシェルのケンさんとか、ルナシーのミノランさんとか、そういった方々のギターを全面的にケアしているリペアマンになりますので、ぜひぜひ。しました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひ2回です。川村真弘です。お願いします。まあ、1本切れちゃってるんですけども、はい、せっかくなので、全部、潔く交換しましょう。はい。で、弦をまず外すんですが、はい、外す時の注意点としては、はい、そのチューニングした状態でいきなり切ってしまうと、はい、張力がかかってるので、はい、こうバチッと危ないので、はい、しっかり緩めるってことですね。はい。まあ、こういう、ワインダーがあると便利ですね。これでペグを、弦を緩めていきます。しっかり緩めたら、はい、まあ、大体この弦の真ん中ですね、はい、うん、全体の真ん中ぐらいをで切るといいですね。こう持ってパチッとやってやると弾けないので、はい。で、切ったら、はい、まあ、弦を外して、顔に当たったりすると危ないですので注意しながら外して、はい、まあ、こうやってまとめてやるといいですね。うん。で、こっち側はですね、裏にカバーがしてあるので、はい、これを外します。家では普通のドライバーなんか使っていただければすぐ外せますので。こういうのって全部ギター屋さん、楽器屋さんで買えるんですか？はい、あ、全部買えます。あ、そうですね、これも、まあ、楽器屋さんでも売ってますし、近所のホームセンターとかで売ってる普通のニッパーですね。こんな風に裏から、通すようになってるので、はい、これを外していきます。で、外れましたので、はい、新しい弦を張っていきます。はい、はい。さっきと同じように裏から通します。はい、はい、こっちからですね。フェンダーの弦はこういう風にボールエンドっていうんですけど、この引っかかる玉のところが全部色がついてる。色で分かれてる。そうですね、間違えにくいですし、可愛いですね。はい。そしたらペグに巻きつけていくんですけども、うん、ポイントは弦が、できるだけねじれないようにするっていうポイントなんですが、うん、あとはここに巻きつける回数なんかで、はい、弾き心地が変わったりするので、それは好みなんですけども、まあ、一般的にはだいたいここに二巻きぐらい巻きつけるとバランスがいいので、それをするためにはですね、まずピンと張ってだいたいペグ2個分ぐらい余らして切ってあげるとちょうどいいですね。はい、で切ってあげて、まずペグをですね、はい、この追われてますよね、はい、これが正面まっすぐ向くようにしてあげるとやりやすい。
でこの状態でまず通します。でここでまず折るんですね、1回、はい、はい、でこれワインダーを使って折ってから半回転、完全に逆側向くまで向いた、回してあげてから、はい、ここでもう1回折る、はい、こうやってやるともうこの時点でここでロックされるので、はい、あとは下に下に、こうクロスしないように下に下に巻いていくっていうところがポイントですね。同じですね。もうすごい、はい、こうすぐできた。そうですね、上だいたいこう意識しないと、上にこう重なっていったり、こう弦がこうクロスしちゃったりすると、チューニングが不安定になるので。綺麗に巻かない、はい、まず1回ホールですね、はい、で半回ですね、向こう向くまでも、回したらここで引っ張って折ると、はい、2回折る。そうですね。この折り目が結構重要で、ここをあの曖昧にしちゃうと、遊びができちゃうとチューニングが安定しないので、はい、大体こう2巻きですね、はい、みんな自己流でやってたりするので、まあ、このやり方絶対おすすめなんですけども、パッと見てここがしっかり折れてきちっと遊びなく巻けてるとやるなっていう感じですね。ちょっとこっちを引っ張ってあげながら巻くと綺麗に巻きやすいですね。でここによく失敗する例が、このホールエンドって玉がですね、はい、このブロックでこうここで引っかかることがあるんですね、はい、それやってて巻いてて巻き終わったなと思ったら引っかかりが取れてずるっと上がってきて、ここでかに折れ目ついちゃうっていうのがあるんで、はい、ちょっとそこだけ注意してください、はいはい、本当にこれでもうプロの方にいつもこの巻き方して今まで問題起きたことないので、自信持ってこのやり方で覚えちゃってください、はい、ありがとうございます、はい、こういう感じですね。お、できた、はい、早い、できました、ありがとうございます。はい、ではチューニングをしていきましょう。はい、まずは6弦が E なので、メーターを見ながら E になるように合わせてください。次は5弦が A ですね、はい、次が4弦で D ですね、はい、次は3弦の G、はい、次は2弦が B ですね、うん、最後1弦がもう1回 E ですね、うん、で、弦を新しく買った時は弦が、多少伸びたりするので、うん、もう6弦が狂ってるかもしれないので、そのチューニングを何度か繰り返して、安定するまで、繰り返します、はい、はい、終わりです、イエーイ。はい、これで今日から、チューニングが狂ったり弦が切れても大丈夫です。ありがとうございました。はい、それでは2回目のレッスン頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。